武田浩二 VS 久米隆介。ただいまより第12試合スペシャルワンマッチを行います。青コーナー172センチ 71.00 キロ、久米隆介。赤コーナー170センチ70.80 キロ、武田康介。レフリー福田真央。この試合はライジン MMA 下グラウンド5分の3ラウンド制で行われます。なおこの試合は両者が合意したため、と7年の肘による攻撃が認められた肘やりルールとなります。なお、この試合の勝者に株式会社トレーナーズマーケット様から勝利者賞としてこれのシャンパンが贈られます。さらに、野球育毛剤リケン様より勝利者賞が贈られます。リッフィッ足、頭、開く、そう、開こう、はい、外すよ、手外すよ、当てそうなタイミングは外していいよ。顎を引いて、腰の方に落として、そう、下でクラッチくも、下で、そう、脇の下で、下で、そう、腰のところでクラッチしたら取れるから、そう、うん、スペース作って、下の方、そう、下の方、ぐりぐり、二の手か、シェイクして、いつでもいけるから、そう、いった、来て、外れ、よく見ながらな。もう嫌がってるから、ボディしらして。あと残り2分で。これね、変わってなくていい。ずっとやり続ければ、3ラウンドで倒せばいいんだから。もう倒そうとしてるよ。3分経過。3 minutes into the round。これ続ければ相手降りてくるよ。相手も粘ってるよ。そう、それいいね。
大丈夫大丈夫、見えてる見えてる、できなら100までいくよ。ボディボディ散らせる位置で、そうそうそう、で大きいの振ってきたら下から行けばいいと。よく見ながらでも、下から行けば後ろ体重合わせ、そう、自分の中で結構変えてる位置だ。ちょっと顎の辺りになって、顎の辺り、さっきちょっと浮いた顎の辺りいいよ。もう頭の位置で合わせながら、そう、低く顎を引いて、どこに打ってきたとき、打ってきたとき、相手打ちする。3発ならない、3発ならない。残り時間1分、残り時間1分。1 minute left in the first round. アンダー取れてるのを聞かせて、腰一旦押そう、腰一旦落として、腰落として重心ね、重心呼吸しよう、一旦呼吸して、しっかり呼吸したら、残り3分、大きく呼吸して、ちゃんと呼吸整えながら、そうそう、ブレーキ待ちでもいい、ブレーキ待ちでもいい、で、高橋、ブレーキ待ちでしっかりしておく、その後は、その後は、
一旦サークリングするみたいな、探して探して一旦サークリングする。回ろう回ろう、一旦回ろう、触らない、触らない、触らない、拳固め、浅いのに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 、3分サークリング、3分最高、終わりました、終わりました、終わりました、最高、終わりません、だけど終わりません、サークリングサークリング、いいね、ボディスラッシュ、ボディスラッシュ、首が撫でて、大きくなれ、大きくなれ、ぐちゃつけて、姿勢をして、飛ばして、飛ばして、よいしょ、大丈夫だ、大丈夫だ、大丈夫だ、近く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 、もらわないことでもいい、まっすぐだよ、3分経過、3分経過、3 minutes into the second round。Yeah.
仏壇に行ってもいいよ。そこから際で殴ってもいいよ。際行ってもいいよ。際行ってもいいよ。はい。片番から行って、さあ行こうか。行こうか。さあ。さあ、行った。それ行ける。行こう。汗だけ気をつけて。はい、半分。そう頭抜いて、そう。はい、行こう。
判定の結果をお伝えします。ジャッジを破る赤武田。ジャッジ豊永。赤武田。ジャッジ松平。赤武田。よって勝者武田。そして株式会社ウェルシャークマーケティング PR セクションリーダー萩野真一様より勝利者賞として横浜ラックスが贈られます。初めてライジン出たのが2年前くらいかな、4月ダミアン・ブラウン選手とやらせてもらったんですけど、その時とあと去年9月川名選手とやった時に自分の持ち味が全然出せなくて、ライジンのファンの皆様方をこう裏切るような結果ばかりしてしまって、で今日はもうダメなんですけども、負けてもいいから全部自分の力を出し切ろうと、そういう思いで今日は試合に出て、こういう結果になったのですごい良かったです。ありがとうございます。僕はライジンでトップになりたいです。次の試合でムサイフ選手と徳留選手がやるんですけど、勝った方とやらせてください。あ、ムサイフ選手じゃない、サトシ選手です、ごめんなさい。サトシ選手と徳留選手がやるんですけど、それで勝った方と僕はやりたいと思っています。あとはライト級で一番あのトーナメントとかをやるんだったら僕も出たいので、榊原さんよろしくお願いします。まだこの後あの試合が続くので、ファンの皆様方楽しんでてください。ありがとうございました。あ、ごめんなさい。手に汗握るまさに死闘を繰り広げた武田選手、そして久米選手に今一度盛大な拍手をお送りください。